鹿島警察署が交通事故防止を呼びかける動画を制作しました。まずはこちらをご覧ください。なんでここに？病院？救急車を。警察。確か。ぶつかった。違う。携帯。佐賀県鹿島警察署からのお願いです。事故を起こした加害者の心境が伝わってきますね。はい。この映像はインターネットの動画投稿サイト YouTube に公開されています。佐賀県は昨年まで人口10万人あたりの人身事故が4年連続で全国ワーストです。この状況に歯止めをかけようと鹿島警察署が作成しました。鹿島警察署地域課の古川正弘巡査長が構成や撮影、編集を担当しました。動画では前方不注意による事故が最も多いことを訴えています。確かに携帯電話に気を取られてしまうことは誰にでも起こり得ますよね。はい。古川巡査長は身近な事例を挙げて事故が人事ではないと視聴者に感じてもらおうと構成を練ったそうです。古川巡査長に話を聞いています。この動画にこうなんか特に込めた思いっていうのはどんなところでしょうか？はい、まあ警察官になる前からもですけど、事故の加害者、被害者、事故が発生する場合ですね、どちらも悲しい思いをしてしまいます。また加害者にあっては、どうしても自分が引き起こしてしまったということで自責の念に、駆られてしまう、そういった、大きな後悔、悲しみを生むということを伝えたくて、それをテーマにしてですね、動画の制作をしました。運転する人とかですね、まあ、歩行者に、まあ今後このようにこんなことを気をつけてほしいとか、まあ、そういう伝えたいことがありましたら教えてください。はい、佐賀県で一番多い事故はですね、追突事故、またその原因は前方の不注視によるものです。前を見ていればですね、事故の多くは防ぐことができますので、携帯やカーナビ、その他いろんなことに車内で気を取られることがあると思いますけれど、走行中はきちんと前を見て車間距離をしっかり保って走行をしていただければと思います。十分注意して運転しているつもりでもふとした気の緩みで事故に遭いそうになった経験は私にも何度かあります。はい、一人一人が交通安全を意識する必要がありますね。そうですね。